これに対し、じゃあ左側が、はい、2Pが、MT 選手で、 1P が赤眼のシオン選手で行っております。これ赤眼のシオン選手、ついにここでバタン球。 MT 選手がここは1セット目ですかね。1セット目取りました。はい。 こちら左側はかなり高く、これで1対1なので、このセットを取った方が、じゃあ3セット目ですね。かなり左に高く積んでいるみたいですね。ここで仕掛けていく MT 選手、赤眼のシオン選手がここで MT 選手が1本取りました。さてここで取って MT 選手が決勝に進めるか。これはやはり MT 選手は結構平らに積むのが好みなんでしょうか。そうですね、いい感じに連鎖を組んでいくんじゃないでしょうか。さてここで MT さんはこれを返す。 消していきたいところですね。お邪魔供養。そうですね、かなり影響してきますからね。2連鎖、3連鎖、4連鎖、5連鎖、6連鎖、7連鎖。これに対して返せない。で赤眼のシオン選手返していきました。これで1対1、これを制した方が決勝ですね。はい、でどちらが勝つか。 仕掛けてきた赤眼のシオン選手、これに対してきっちり返し、しっかりと返します。さあお互い実力は拮抗しているところでしょうか。3連鎖、4連鎖、5連鎖。さてこれを返せるか。4連鎖で返しきれない。これはちょっと厳しい展開ですね。MT選手、赤眼のシオン選手、
ここでまた積んでいく、非常に高く積んで追撃を狙ってます。ここで処理していってますが、ちょっと厳しいか。ここでチャンスと踏んだのでしょう。2連鎖、3連鎖、これは返しきれない。赤眼のシオン選手の勝利です。決勝進出。